ジャック・デイル・キャンプス・イストリア・ジェンラリス・プラントラムの図版、ジャック・ダレジャンは、フランスの医師、植物学者、言語学者、博物学者である。一般植物史イストリア・ジェンラリス・プラントラムで、知られる。カーンに生まれた。モンペリエの大学で、ギオーム・ロンドレに学んで1547年に、学位を得た。グルノーブル・バランスで過ごした後、1552年に、リオンに移り、 修正、オテルデューの医師として働いた。主張、一般植物誌イストリア・ジェンラリス・プラントラムは、当時の植物学の知識を修正したもので1586年から1587年に、リヨンで出版された。リヨン地域の植物誌イストリア・プラントラム、ルジア・ジューネンシスとも呼ばれたが、それは、リヨン近郊の植物が記載されたからである。著者名は、 ダレシャンだけになっているが、ジャンボアンとジャンデムーランも執筆したと考えられている。2731種の植物図が記載された。1570年に、フランスの外科学シェアーレフランスウォースを表し、1572年には、ガレノスの著書をフランス語に翻訳した。古代ローマの博物学者、ダイプリニウスらの著書も翻訳した。 東大草科の俗名などに命名されている。デイルチャンプスは植物の学名で命名者を示す場合にジャック・ダレシャンを示すのに使われる。ありがとうございます。